理学屋の花澤です。本日は弱った体がよみがえる人体力学という本で紹介されている胸郭を広げて呼吸を楽にする体操をご紹介したいと思います。まずは胸に手を当てて肋骨の状態ですね、位置や普段の呼吸、それの形ですねなどをチェックしますね。そして体操を始める前に、胸や背中を大きく動かしますので、ブラジャーやコルセットは外してください。楽な格好で行うようにしてください。では始めます。胸に手を当てて、もう一方の手を下から自分の前を通ってゆっくりと上に上げていきますね。でなるべく手が自分から離れるように、大きく円を描けるように遠くに持っていった状態で持ち上げていきます。そしてここで回りに来た時にうまくいくと肋骨がぐっと持ち上がります。そしてこの肋骨は高さをキープした状態で後ろへ手をやっていきますね。で背中の筋肉が緊張するぐらい、なるべく大きく後ろに向かって下ろしていきますね。はい、そしたら同様に右の手も行っていきますね。下から前を取ってゆっくりと上げていきます。で真上に来た時に肋骨が上がっているようにして、背中の筋肉を緊張させながら胸郭を広げて下ろしていきます。両方終わったら深呼吸ですね。普段よりもたくさん息が吸えたかと思います。ありがとうございます。